とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー3周行きますね。報酬がね、新しく欲しいやつが出てきました。今までは、防具。発光するイカの防具と、影の衣だけが欲しかったんだけども、今はね、ちょっと武器が欲しくなってきた。まあそのね、なぜ武器が欲しいかっていうのは、まあ後々動画で説明したいと思うんですけども、武器も欲しいんだ。まあとりあえず、3周、頑張ってみましょう。で、コメントで、どうしても、タワークリアできないよっていう人が何名かいるみたいだね。うん。なんで、ちょっともう少し詳しくね、今度、動画で説明していければなと思います。おいおいおい、ゴーレム全然動いてないぞ。ゴーレムが動かないとここは時間がかかってしょうがない。よし、お、召喚しないね。全然召喚しない。あ、オッケーオッケー。全然ダメージ入んねえ全然ダメージが入んない。でも、もう倒す代わりに。では報酬何でしょうか。もうね、結構欲しいのが出てきたんで楽しみだね。今まではね、難しかったのよ。おい、全然ダメだ。なんで全く使えそうにないやつだね。どうする。こん中だったらこれだな。骨の弓は、古代狩りには向いてないんだよね、お供え物に。なんで、これをお供え物にしましょう。全然ダメだった。それでは2周目。1周目、しょぼかったね。2周目はちょっと期待させてください。頼むよ。よし。まあ、とりあえず。動かしましょう。なんかね、今日ゴーレムの調子が悪い。ゴーレムが全然働いてくれないの今日。なんだろうね、たまにあるよね、なんかゴーレムがただただ突っ立っとくだけっていう、そういうのあるよね。今日その日全く仕事してくんない。本当に給料泥棒だよこいつ。よし、 OK。 では2周目の報酬見てみましょう。お願いします。お願い。何が来る。うんうんうん、しょぼいハープぐらいか、マシなのは。縁ちゃよくないね。あー、ハープはね、まあ、クリティカルが入ってるからまだマシだけども、できることならばマルチショットが欲しいんだよな。ハープにマルチはね、絶対なんだよね。あれがついてるだけで火力が倍ぐらいになるんで仕方ない。もうここはもうハーププロスボウでしょう。もう他が全然いらないからね、これにしときましょう。さあ、それでは3周目です。どうでしょうか。あ、途中でね、報酬で面白そうなやつ見つけた。面白そうなやつ見つけた。うん、これ今度それちょっと使ってみようかな。多分このボス瞬殺できそうな気がする。あ、いや無理か。でもなんかね、ちょっと使ってみたら面白いんじゃないかなっていうような装備を途中で発見した。うん、ちょっと今度やってみようかな。 OK。 今回は結構ね、いい黄金スキルがついたんだよね。発射レートが上昇する。うん、このボスと1対1で戦うときはかなり役に立ちましたね。早かった早かった。ということで3周目行ってみましょう。何が来る。お願い。しょーぼい、全部ノーマルだよね。うわ、しょぼ、
これひどいよ、3週目。いや、なんかね、ここ数日出ないんだよな。うん、年明けてすぐぐらいはね、めちゃくちゃいいの出たんだけど、なんか出ないな。どういったことだ。いやー、いらないっしょ、全部。うん、こればかりは、まあ、黄金のこれを売りましょうか。はい、それでは3周しました。出たやつ、この3つですね。失われた魂の棒、ハープクロス棒、バトルスタッフ。よろしくない。よろしくないです。まあ、この2つは売りまして、これは、お供え物にするかな。で、出てきた時にはお店をチェックしていってますけども、お店でもなかなか出ないね、本当に。うん、まあ俺が探してる武器なんかはもう263が欲しいのよ。なのでここではそれは期待できないんだけども、まあ防具と弓はワンチャンあるんで、一応見てはいってるけどね。なかなかいいのは出ません。あ、バーストボーストリングついてるけども、残り2つが良くないね。うん、おー、今日冬の指先やたら出るな。うん、まあエンチャントは全然ダメだけどね。はい、ということで最近のタワー本当にいいの出ませんね。うん、でもまあとりあえずね、あと2週間ぐらいかな、このタワー続きますので、厳選頑張っていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。